無数用中華扉、皆さんこんばんは、本日は、大変お忙しい中、本当に多くの皆様にご参集いただきましてありがとうございます。1996年4月12日当時の橋本首相とモンデール駐日大使が緊急に会談し、急転直下の日米合意がなされました。あれから20年、私たちはオール沖縄で翁長雄志知事を誕生させ、沖縄県民の強い民意を示し続けてまいりました。県民がオール沖縄で心を一つに結集し、本日この県民広場においてオール沖縄会議が主催し、普天間基地の閉鎖、撤去、辺野古に新基地を作らさない県民集会を開会いたします。本日の司会進行を務めます那覇市議会議員新風会の山城誠二と申します。どうぞ最後までお使いの方よろしくお願いいたします。まず最初に主催者を代表いたしまして、オール沖縄会議共同代表高里鈴代様にご挨拶をいただきます。よろしくお願いします。ご参集の県民の皆さん、こんばんは。オール沖縄会議主催でこのように20年間約束が果たせず、今日まで普天間基地の閉鎖返還が実現したい今日、改めてそのことをしっかり求めるこの集会にご参集くださりありがとうございます。思えば4月12日今日ですね、それは20年前の1996年4月12日橋本総理とモンデール大使が揃ってまず発表したのが普天間基地の返還だったんですね。そして号外が出ました。その号外を見て本当に多くの県民はもう本当に小躍りして喜びました。ところがすぐその直後に、それは県内移設を伴うものである、そしてそれは5年ないし7年で行うというものでした。5年ないし7年すら何倍かに加えて未だに実現しておりません。それどころかその間、2004年には沖国大にヘリが墜落し、2012年10月には県民の反対を尻目にあのオスプレイが配備されて、その下で爆音にさらされ墜落後の不安を抱えながら市民は生活を余儀なくされています。あの時生まれた赤ちゃんがもはや二十歳にもなっているというのに、この間私たちの生活は安心して子供を産み育てる安全な環境さえ奪われてきています。何としてでもしっかりと声を上げてこの返還を完全に無条件に実現されるべく頑張ってまいりましょう。そして現在では移設と称して普天間基地の危険性を口実に辺野古の基地建設を日米両政府は強行使用しています。そしてあることか、その建設の遅れを逆に普天間基地の危険性がそのまま継続していくことだ、あたかもその全ての責任が沖縄にあるかのような日米政府の対応を、私たちはあくまでもしっかりと声を上げ続けてそれをなくしていきましょう。現在裁判の中裁判が高等裁判所から和解がなされて工事は中止されています。翁長知事が裁判に訴えられているということは県民総意が訴えられる、つまり私たち県民が裁判の場に立っているということです。その中止になって
今工事は止まっています。どうぞここにいる皆さん、この声をしっかりと上げ続けていく以外に止めることがないとするなら、辺野古に多くの県民が集って、そしてしっかりとそれを止める意思を示しながら、確実に実現に向かって頑張ってまいりましょう。今日の集会が成功になるように心から祈願して終わります。はい、高里代表どうもありがとうございました。続きまして、開催地那覇市を代表いたしまして、城間美紀子那覇市長よろしくお願いいたします。はい、大愚水を中がなびら、今ご紹介ありました那覇市長の城間でございます。本集会の開催地の代表してということでのご挨拶であります。ですがオール沖縄那覇の会の共同代表の一人として皆様にご案内を申し上げたいことがあります。この場をお借りしたいと思います。来る4月20日水曜日午後6時からこの後ろのパレット市民劇場においてオール沖縄那覇の会2016年度の総会と講演会を開催をいたします。この講演会には国会で戦争法案は憲法違反と断じて、全国を回って安保関連法制の廃止、立憲主義の回復へと訴え、また国政野党は共闘をと訴えている今注目をされております憲法学者小林摂慶応大学名誉教授、弁護士さんでもいらっしゃいますをお招きして講演会を催します。その際尾長知事もお話をしてくださるということに予定をいたしております。どうぞ皆様と共に考え、沖縄の行く末を考え、そしてオール沖縄の声を粘り強く届けようと行動している尾長知事を強く支えるオール沖縄のメンバーとして、どうぞ皆様4月20日水曜日午後6時開会予定です。足をお運びいただき、お互いの沖縄の行く末を案じるお互いのこの不安を希望のあるものに一歩ずつ一歩ずつ進めていこうではありませんか。ぜひ皆様と共に戦うということを強く強く決意をして開催し、那覇市からのご挨拶といたします。ありがとうございました。はい、城間市長どうもありがとうございました。続きまして、名護市を代表いたしまして、稲嶺市長よろしくお願いいたします。愛妻愚水よ中がなびら、名護市長稲嶺でございます。1996年の4月普天間を返還するという発表があってから20年、我々は名護市民はその20年間賛成反対も含める中で、まさしく国策という名のもとに翻弄され続けてきて、それが20年、20年経っても普天間飛行場は1ミリも動かない。それはなぜなんでしょう。沖縄県民の声を全く無視し、そして70年間も基地を押し付けたにもかかわらず、また県内移設というあの日米合意は全く県民に受けられないものであると同時に、その計画そのものが全くでたらめで無理であったということ、そういうことではないでしょうか皆さん。
できるはずのない計画を無理をして通す、無理を通せば道に引っ込む、そういうような思い考えが日米両政府にはあったんだ。そしてそれは差別という形で我々沖縄県民を、県民の意思を無視し、地方自治もそれから民主主義をも否定する、こんなことが通るわけがありません。これが20年間も動かなかった大きな理由です。私たちはこの日米両政府の理不尽で不条理な決定を絶対に許すことはできないし、これからも沖縄県民の声を、意思を一つにまとめて、ならんせならん、合点ならんということを、これからも強く強くみんなで訴えて、そして勝利を勝ち取るまで我々は頑張らなきゃいけない。皆さん共に頑張りましょうね。この20年の間には二体三橋方式であるとか、 LG 案であるとか、沿岸案であるだとかで、そして最終的に今の V 字型になって、どんどん内容もやり方も変わってきた。これはまさしく政府の無計画であるという、でたらめであるということが、その過程の中でもはっきりと示されているわけです。国自体がそのことを認めたようなものなんです。ですから我々はですね、こういう矛盾を、不条理をこれからも訴え、そして国に対してぶつけていく。それは我々は70年間も押し付けられてきて我慢もしてきた。だけどももうこれ以上我慢できないんですということが我々県民の思いですよね。5年以内の閉鎖、政府は沖縄県の協力が前提だと言っています。とんでもない話です。先ほど言いました、70年間我々は基地の被害に耐え続けてきて頑張ってきました。これは結果としては国に協力してきたようなものなんですよ。これ以上協力しろというのはおかしな話です。絶対に許せならん。私たちはこれからも、先ほど高田さんも申しておりました、これからもみんなで力を合わせて頑張っていこう。70年間も我々は耐え忍び、そして県民の声一つにして頑張ってまいりました。これが、こういう戦いができるのは我々沖縄県民です。県民がの力がそれをさせてきました。今日はですね、皆さん改めて皆さんと共に頑張りたいというのをですね、今日はこれで示しております。はい、これはゲート前でですね、このシャツを私に触れた方がおりました。勝つ方法、負けない方法、これは勝つまでずっと諦めないことなんです。それが勝利を呼ぶことにつながるんです。皆さんの思いもそうだと思います。みんなで千葉の野菜崩れよ。ありがとうございます。はい、南市長どうもありがとうございました。続きまして宜野湾市を代表いたしまして、元宜野湾市長伊波洋一様、よろしくお願いいたします。
開催ぐすうよ中がなびら元宜野湾市長の伊波洋一でございます。今日は返還合意から20年経っても動かないこの普天間基地のあり方に対して抗議の集会にこのように多くの皆さんが結集されていることに心から敬意を表します。先ほどの稲嶺進市長のお話の最後にあったように、私たちはこの沖縄県民に対して新基地を押し付ける日米政府に対して絶対に諦めない、このことをまず最初に確認していきたいと思います。私は2003年の宜野湾市長選挙で県内移設に反対する公約を掲げて当選をさせていただき、7年半普天間基地を抱える宜野湾市長としてこの辺野古への移設に反対をしてまいりました。そして2010年稲嶺市長が名護で誕生いたしました。バトンタッチできたと思っています。そしてその年の知事選挙で県内移設反対を掲げました。そしたら相手の前知事は県内移設容認から県外移設に公約を変えました。これで私も自分たち県民全体の意思が一つになったと思いました。しかしながら2013年、皆さんも知っているようにあのように県民を裏切り、今辺野古では、その後辺野古では埋め立てが始まりました。しかし皆さん、この埋め立て強行に対して私たちが辺野古で抗議行動をしっかり展開し、そして島ぐるみ会議のもとに全県民が結集をして、昨年10月13日のあの合意のように小長知事が下した埋め立て承認取り消しが現在できております。このことをしっかり続けさせていこうではありませんか。この普天間の問題、今政府は一刻も早く危険性除去をすると言ってますけれども、とんでもないことです。この20年間政府は何にもしておりません。普天間飛行場の危険性はどんどん大きくなるばかり。2012年に配備されたオスプレイはこの那覇市の空を毎日何回も飛んでおります。拡散をさせて、そしてなお今1兆円をかけて辺野古に基地を作ろうとする日米政府、意図は明らかであります。この沖縄の基地負担を軽減しようという意図は全くありません。そのことを私たちは告発していこうではありませんか。市民の皆さん、今日本政府は国防費は 1% 以内、憲法9条がこの 1% というのを守っています。もし今安倍首相が目指すように戦争をする国になろうとしたら 1% どころでは済みません。3%、4% になってしまいます。なぜならばこの日本を取り囲む国々は、この私たちの目の前にある中国ははるかに強大で、2% の軍事費を毎年成長させています。アメリカは 4% です。日本の4倍の国力があり、 4% となりますと16倍の軍事力がある。この2つの国がぶつかるような、そういう中に日本が飛び込もうとしています。そのためのオスプレイ配備であり、そのための辺野古新基地なんです。そしてそれをするためには普天間の危険性などどんどん放置してもいいんだという考えが、この間のこの放置なんです。私たちはそのことを見抜いて、今住んでいる沖縄の軍事化に歯止めをかけるためにも、小長知事が指し示している辺野古はダメなんだ、そしてまた他の多くの米軍基地もやはり負担軽減をさせていかなければならない、こういう確認をしていこうではありませんか。市民の皆さん、県民の皆さん、沖縄県民の力は強いんです。私たちはここまで歩んできました。
この不退転の決意を確認をしながら、今日の行動をしっかりと最後まで皆さんのご参加を求め、そして共に頑張ることを決意したいと思います。ありがとうございます。はい、皆様どうもありがとうございました。続きまして、裁判勝利の展望について加藤豊弁護士様より、先生よろしくお願いします。皆さんこんにちは、弁護士の加藤です。今日は、3つのことをお話ししたいと思っています。ただ短い時間で裁判の話を背負って所詮無理な話です。来週辺野古総合大学の講師を私担当することになっておりますので、続きをお聞きになりたい方はまず来週辺野古にいらしていただきたい、このことを先に申し上げたいと思います。さて1つ目なんですけども、この裁判で和解したことについての意義ということです。和解っていうのに対するなんか疑心暗鬼がある。和解ってお互いが仲良く仲直りをして握手する、これが和解なんじゃないか、おかしいじゃないかとかですね、和解をしたところに罠があるんじゃないか、いろんな声があります。しかし私たちは確信を持ってこの和解は大いなる前進だというふうに考えております。第一ラウンドの勝利だというふうに言わなければいけないと思います。和解っていうのはですね、裁判でそういうしかないんですよね。裁判の結論というのは判決と和解と取り下げしかないんです。で、和解というのはですね、もう負けるからもう仕方がない、負けるよりはもうマシだから泣く泣く和解しようという和解もあります。それから当事者が歩み寄ってお互いが半分ずつ取ろうというような和解もあります。中には判決よりもさらに大きな前進を勝ち取る和解も戦いの中ではあります。まさに今回の和解は判決をさらに上回る勝利だというふうに私たちは確信を持っています。それはなぜか、大執行の裁判で仮に勝っても執行停止の裁判が、執行停止が残っていると工事は止まりません。もともと国の側はどうしようとしたのか、執行停止という国土交通大臣が自作自演の芝居をやって工事を続行させながら、大執行という知事の権限を取り上げる迅速な裁判をやってさっさと決着をつけて工事に切れ目をなく続行していく、これが政府の戦略でありました。しかしこの執行停止の裁判も止めるという成果を取った、勝ち取った。少なくとも数ヶ月から1年は工事が止まる、こんなことは政府は想定していなかったと言えます。皆さん考えてみてご覧いただきたいと思うんですけども、今回の大執行の裁判は昨年の10月、政府が閣議了解をもって裁判することを決定しました。国土交通大臣が裁判一つを行うのに閣議で決めるってことをしますか。国が当事者の裁判っていくらでもありますけど、そんなことないんです。政府官邸の側は閣議でこの大執行の裁判をやり、執行停止をすることによって、強行手段をやれるというふうに踏んでたわけです。それが今回の裁判所の審理で、裁判所からまずあなた方は審理が間違って、審理の進め方が、手続きの進め方が間違ってるよというふうに言われ、工事を止めたくないという政府内の抵抗が大きかったにもかかわらず、裁判で負けるという最悪の手段、最悪の結果を免れるために泣く泣く政府は和解したということでしかないわけです。この和解をするのに対して政府は最後まで抵抗しました。閣議了解が覆されてやろうとしたことができなかった、これは政府にとっては大打撃というふうに言わざるを得ない、これがまず第一の点です。そして二つ目です。皆さん話題になっている和解条項の第9項というやつです。今後また裁判が改めてやり直された、その時に結果が出たら国も県もその結果に従うというふうに書かれている、これが落とし穴なんではないか、菅官房長官もそんなことを言っています。
しかしこれはどうしようもなく負けた政府の側がなんとか失地を盛り返そうとしてありもしないことを言いくるめて宣伝しようとしている。白を黒と言いくるめるような政府ですから、こういうことをやる、そういうふうに乗せられてはいけません。あの裁判で第9項で判決の結果に従うというふうに合意したのは、裁判の経過からどういう意味かは明らかです。裁判の中で政府の側は、尾長知事はどんな結果が出ようと、どんな裁判所の命令が出ようと、辺野古の基地の反対のために法を無視してでもその公約を貫く、行政の長として違法な行為もやるんだということを言い張ったわけです。しかし県の側、知事の側は、辺野古の反対を貫くことは当然ですけども、行政の長として適法な手続きをするのは当たり前なことです。ですから裁判で判決が出たら、この承認取り消し処分というものが適法か違法かということについては決着がつく。その適法違法についてはお互いもうその後は言いませんよと、裁判所の決着ですからというのが、あの合意の中身なわけです。ですから埋め立て承認取り消し処分の適法性以外の部分、知事が辺野古の反対のために戦い続けること、これからさまざまな行政的な手続きが起こって、そこで知事が反対の立場でさまざまなチェックを行うこと、これは何ら制約がされてない、この和解の経過からするとそのことは明らかなことです。ですから私たちが大事なのは、官邸が負けた裁判をなんとか失地を取り戻そうとして嘘を言っていることについて、それは違うというふうに騙されないこと、これが大切だと言えます。最後の3つ目です。今裁判は一旦和解になりましたけれども、法的な戦いは今も続いています。国地方係争処理委員会での審理が始まっています。おそらく近いうちに東京での審理も始まります。ここで知事、そして私たちも裁判で戦ったのと同様に、県の主張を尽くして今戦い続けています。ここでは本当に手続きの中身だけではなくて、知事が基地の過重負担、そして環境保全、このような観点から辺野古に基地を作らせるのはこれは違法だというふうに主張した、その中身が問われることになります。私たちはその中身で国地方係争処理委員会、そしてその後に裁判があるかもしれません。そこで戦って中身で勝利していくために、これからも知事とともに県民の一人として全力を尽くして戦い続けたいと思います。共に頑張りましょう。はい、佐藤先生、加藤先生、どうもありがとうございました。続きまして、幹事団体、政党県議会会派代表、国会議員の皆様より挨拶を行います。まず最初に社民党沖縄県連、照屋監督衆議院議員よりお願いいたします。開催沖縄万州の武装用中柄目だ。10年に一昔という言葉があります。橋本をもんでいる階段から20年、もう二昔であります。階段で合意され発表された普天間基地は二昔たってなぜ返還されないのか。それは歴代政府が沖縄と満州の民意、普天間基地は県外海外へ移設をせよ、そして一刻も早く閉鎖返還せよ
こういう声を無視して県内移設中んづく辺野古が唯一の解決策と言い募って、これまで沖縄への構造的な差別を強制したからであります。抑止力、そのために辺野古が基地が必要だ。嘘っぱちで地政学的な理由全くありません。だから私たちは裁判上の和解は成立しましたけども、ウチナーとウチナーンチと日本政府の真の和解は未だ成立をしてない。諦めないで辺野古新基地建設反対の戦い、そして戦争法を廃止に追い込む戦いを、私たちはみんなで勇気を持って作り出していきましょう。一緒に頑張ります。それでは監督、衆議院どうもありがとうございました。続きまして、日本共産党県委員会を代表いたしまして、赤嶺政権衆議院議員、よろしくお願いいたします。皆さんご苦労様です。日本共産党の赤嶺政権です。20年前の今日、私もデモに参加をしておりましたが、後ろの方から聞こえてくる普天間基地の返還の情報について大変驚いたことを今でも覚えております。これがすぐに県内たらい回し移設条件付きであるということが分かり、全県でたらい回し反対の戦いが広がってまいりました。沖縄県民がこの20年団結した戦いによって、政府は県内たらい回しの条件をつけた普天間基地の返還について困難さを感じているのではありませんでしょうか。私たちの団結した戦いの前進を阻む力は安倍内閣にはありません。必ず普天間基地の無条件返還勝ち取ろうではありませんか。政府は新たなたらい回しの攻撃を押し付けてまいりました。北部の訓練場7000ヘクタール半分返すから、今の返されない地域に現在でも17箇所着陸隊がありますが、あと6箇所作らなければ返さないと言い始めました。今日の読売新聞には、7月からあの座り込みをしてゲートから工事用車両が入れないので輸送機を使って、輸送機を空から重機類を基地の中に入れて工事に着工すると、このように報道されております。県内たらい回しは必ず失敗する。この戦いを辺野古でも普天間でも高台でも頑張って続けていこうではありませんか。頑張りましょう。はい、赤嶺政権衆議院にどうもありがとうございました。続きまして、社会大衆党糸数恵子参議院議員、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。ご紹介いただきました糸数恵子でございます。95年のあの少女の暴行事件がきっかけになり、橋本モンデール会談の中から世界一危険な普天間の基地は返還しよう、これが原点ではなかったでしょうか。皆さん、私たち女性は
基地の県内たらい回しはダメだということで、銀座で沖縄の基地を買ってくれと女性たちが結集して大きな動きを作りました。高田と鈴代さん、私共同代表で、米軍のこの沖縄差別、とりわけ女性に対するこの人権の侵害、すべて米軍の基地があるゆえだということで、普天間の基地の即時閉鎖返還を求めてまいりました。でも今国会の中では、この普天間の閉鎖返還の原点を忘れているかのように、普天間の基地は危険性の除去であり固定化は許さない、このことばっかりを安倍総理をはじめ外務大臣、防衛大臣は言っております。完全にこれは思考停止ではないでしょうか。皆さん、沖縄県民が求め、そして8割以上の沖縄県民は尾長知事を先頭に捕獲を乗り越えて、オール沖縄で今や辺野古の新基地建設反対、高江のヘリバット基地建設反対、さらには宮古、石垣、与那国への自衛隊配備反対と、私たちは戦争につながらず全てのものに今反対をしようと声を上げています。今こそ皆さん、本当に諦めずに勝利するまで沖縄の民意をしっかりと貫き通していく、それが私たち県民にも世界の多くのたくさんの皆さんが期待していることだと思っております。私も20年前返還合意を本当に喜んで国際通りをデモをいたしました。20年経ちました。何としてもこの普天間の閉鎖返還を勝ち取り、辺野古に新基地を作らせない、その思いをこもって皆さんと一緒に頑張っていくことを改めてこの場でお誓いを申し上げまして、連帯のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。はい、糸数恵子参議院議員、どうもありがとうございました。続きまして、県民ネット会派を代表いたしまして、新垣清涼県議会議員、よろしくお願いいたします。愛妻宇宙用中華ら県議会会派県民ネットの新垣清涼です。私たちは20年前日米が合意した5年ないし7年の返還、県民も喜びました。でも県内施設条件付き、これには県民は合意していません。なぜならもうこれ以上基地の負担をなくしてほしいというのが沖縄県民の総意です。このことを私たちは再度確認をして、そしてこの沖縄が基地の島から平和の島になるように、みんなで力を合わせていこうじゃありませんか。私は普天間基地のすぐ近くに住んでいます。毎日オスプレイのあの爆音、そしてヘリコプターの爆音で悩まされて暮らしています。これ以上次の世代小山子たちにそういう環境を引き継ぐわけにはいかない。だから私たちは声を出し続ける、そして行動し続ける、決して諦めない、諦めない行動をすることによって、沖縄のこの基地問題必ず解決できると確信をしています。みんなの力を結集して、この基地が一つでもなくなるように、みんなで団結して頑張っていこうじゃありませんか。共に頑張りましょう。はい、新垣清涼県会議員、どうもありがとうございました。続きまして、中里俊信衆議院議員、よろしくお願いいたします。最後水曜奥丹でネームソーラに自由民主党から除名をされました中里俊信なとび、奮闘の自民党やワンドアイ尾長武史、あるいは那覇市の新風会、あるいは私どもと心を一つにする沖縄県民の多くの方々がいらっしゃいます。
今日のこの集まりはあくまでオール沖縄、今まで各政党の代表がやりましたけれども、私はあくまで保守系沖縄の本当の島は自由民主党を代表して挨拶をさせていただきます。あのように邪魔をするのがおりますけれども、お知らんかい、あの基地を押し付けようとする連中があのような大きな声で邪魔をしている。私はこれまで国会議員になってすでに36回、北は北海道から南は佐賀県まで36回講演もしてまいりました。質問主意書も44回5回かな出しております。お互い県民の声をやはり皆さんから負託を受けてやった以上はどんどんとやらなくちゃいけない、こういうことで、まあ年は時期80になりますが、あの2007年の教科書検定の時に、あの集団自決から軍名がなくなっただけで11万6000名という皆さんが、私が実行委員長をしている時に集まってもらった、これは何を意味するか、二度とこのうちらをあの悲惨な戦場にさせたらいかない、この小さな沖縄で3ヶ月間海からも陸からも空からもあの攻撃をされて、我々は漢方の兵力差なんです。ですからそのことを忘れたらいかない。今辺野古に基地を作らすと、またうちらを防波堤にして、あるいは捨て石にしてやろうとしているのが安倍政権、安倍を潰すまでは私も先頭に立って頑張ります。臨済千葉人ジャミラ。はい、中田衆議院どうもありがとうございました。生活の党玉木デニー衆議院議員からもメッセージが届いておりますが、時間の都合上、割愛いたします。よろしくお願いします。続きまして、辺野古現場の戦いについてヘリ基地反対協を代表いたしまして足富博様、よろしくお願いします。県民の皆さん、さまざまな辺野古への妨害行動はありますが、私たちは現場でしっかり戦っています。今ゲート前では辺野古総合大学を開き、今日は海中の人が2人も講師として沖縄の海の素晴らしさ、そして沖縄水産業のこれからの発展をどうするのかということを講演していただきました。さらに海では私たちは作業がなくてもカヌーを出し、船を出し、監視活動を続けています。さて皆さん、返還合意20年、今日のとある新聞には不毛の20年って書かれていました。しかし私たちからすれば、この20年間は県民の力で辺野古に一本たりとも基地を作らせる、そういう状況を作らせてないじゃないですか。思い出してください。20年前は政府は何て言いました。抑止力、地政学、ね、で国策なんだと。で途中から何ですか、海上ヘリポートではなくなったんですよ。今は危険性の除去、沖縄県民の心に寄り添って危険性の除去と言います、ね、そして海上ヘリポートじゃなく V 字型の飛行場ですよ。嘘の20年間だったんです。このことを私たちはしっかり確認しようではありませんか。私ははっきり言います。この海も空も陸地もアメリカのものでもない、日本政府のものでもない、ここに住む私たちうちなんちのものです。で、あ
れば、人の土地を奪っていったあの普天間基地は危険性の除去であれば、沖縄県民の心に寄り添うんであれば、アメリカ政府とアメリカ本国に作らせる交渉を安倍政権はやるべきではないでしょうか。これが私たちの気持ちです。最後まで私たち戦いを続けて、しっかりと勝利し抜くまで戦い続けましょう。終わります。はい、ラシトミ代表どうもありがとうございました。続きまして、学生シールズ琉球を代表いたしまして、玉木愛様よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。シールズ琉球で活動しております玉木愛と申します。よろしくお願いします。私はとっても困っていることがあります。それは私の周辺でですね、新基地は絶対に作らせてはいけないという学生の認識は広まってもいるんですが、なんか一部というんですかね、まだまだ多いとは思うんですが、沖縄の未来将来のことを話すときに、米軍基地の問題は置いといて沖縄の未来を語りましょう、沖縄を良くしていきましょうという議論が多くなされています。私はそれにとっても強い批判を持っています。でまた米軍基地の問題が沖縄のメディアでは取り上げられますが、沖縄にある問題は米軍基地の問題だけじゃないんだと、他の問題も考えるべきだという話を私は多く聞くんですが、そういう方たちに、そういう学生に私は聞いてるんです。学生、他に問題する解決があると言いますが、あなたは何を解決したいんですかということを聞くと黙り込んでしまうんです。つまり私は学生が何が問題で何が深刻で、学生にとって今何が大切なことというか注目されているのかっていうことに対して、とても強い危機感をまだまだ持っていますし、私自身のこう学生が社会に目を向けるということ、地域の人たちと社会問題や課題について議論することがとっても大切だなということを大学で学びながら、そしてお集まりの皆さんと一緒に考えながら考える機会がとても多くなってきました。普天間基地の問題、普天間基地のごめんなさい、日米合意がなされた時、私はまだ1歳半の頃でした。この20年間問題が解決されていないという深刻さで、これから私が生きていくこの沖縄をどう捉えて、どう当事者として主権者として私自身が思考して考えて発信していかないといけないんだろうということを、シールズ琉球のメンバーともこれからもっともっと深い議論も大切ですし、考えていきたいなとも思っています。私たちは無関心ではいられません。私たちが当事者です。私と同世代の10代、20代、30代の皆さん、71年前私たちのおじいちゃんたちは絶対に人間の命を奪ってはいけない、命は宝なんだということをしっかりと私たちにメッセージを送ってくれてます。しっかりそれを私たちは受け止めないといけないと思います。またお集まりの多くの皆さんにもお願いがあります。ぜひ近くにいる学生さんや10代、20代、30代の方たちに、難しいことは言わなくても大丈夫なんだと思います。しかし新基地は作らせてはいけない、で普天間基地も移設ではなく返還、即時閉鎖返還なんだということを伝えていただきたいなと思います。先ほど
言いましたが、私自身が、あなたが当事者です。私自身も大学で学びながら、そして皆さんと学びながら考えて思考して、一種を戦争を体験してきた方、沖縄復帰ですね、復帰して前後を生きてきた方たちの意思を学生、私たちは受け継がないといけないと思います。その意思を受け継ぐためにも、しっかり皆さんとの対話や、何でしょう、ごめんなさい緊張しちゃって、こう本当、私が最近考えることは、難しいことは、私も難しいことは分かりません、ごめんなさい。なんですが、こう私がこういう社会に出て皆さんと対話する中で、私が考えないといけないこと、私が受け継いでいかないといけないことっていうのは、本当にその私の考えが深められていって、ですので私自身も考えていきたいと思います。すいません、長くなりましたがありがとうございます。はい、玉木愛様、どうもありがとうございました。続きまして、決議文の採択を、稲福オール沖縄会議事務局長、よろしくお願いいたします。本日の集会にお集まりの皆様、本当にご苦労様です。みんなで大会決議をしていきます、していきましょう。それでは読み上げて提案をいたします。日米合意から20年、普天間基地の閉鎖撤去、辺野古に新基地を作らせない県民集会決議案です。1996年4月12日、日米両政府が世界で最も危険な基地として共通に認識している米軍普天間飛行場の全面返還に合意し、当時の橋本首相とモンデール駐日大使が並んで発表した。その席で橋本首相は、普天間飛行場は今後5年ないし7年ぐらいに、これから申し上げるような措置が取られた後に全面返還されることになります。そのためには現在、沖縄に現在すでに存在している米軍基地の中に新たにヘリポートを建設する、同時に嘉手納飛行場に追加的な施設を整備し、現在の普天間飛行場の一部の機能を移し替え統合すると述べた。その瞬間、沖縄県民の思いは一瞬にして打ち砕かれた。日米合意後、この移設計画が時を経て明らかになるにつれ、それは普天間飛行場の代替ではなく、最新鋭の機能を持つ広大な飛行場であることが分かった。名護市辺野古に新たに作る基地は、訓練場、弾薬庫、軍港機能が加わった普天間飛行場よりも数倍強化された耐用年数200年の恒久的な新辺野古基地である。私たち沖縄県民はこれまで何度も揺るぎない民意を示し続けてきた。世界で最も危険な米軍普天間飛行場の代替施設を沖縄県内に求めることは断じて許すことができない。現在も辺野古ゲート前では、オール沖縄会議を中心に県内外から結集した各種団体や個人が、普天間基地の即時閉鎖撤去と辺野古新基地建設反対、日米両政府に決して屈しないという非暴力無抵抗の座り込みを中心とした粘り強い戦いを継続している。もう少し続きますが、終われという合図が来てますので、少し飛ばして丸の方に読んでいきます。その仲介についてはどうぞお読み取りください。私たちは県民を愚弄した日米合意から20年目の今日、全国全世界の友人とともに次のことを成し遂げることを誓い、日米両政府に強く要求する。世界で最も危険な普天間飛行場は、政府と沖縄県との約束である5年以内の運用停止を実現し、
早期の閉鎖と撤去を求める。昼夜を問わず住宅地上空を飛び回る危険なオスプレイの配備撤回を強く求める。オール沖縄で戦い辺野古新基地建設を断念させる。以上決議する。宛名等については省略をいたします。お読み取りください。はい、オール沖縄会議事務局長稲福様どうもありがとうございました。皆さん、本日はですね、1500名の方が参加しております。よろしくお願いします。1500名の皆様が同志の皆様が結集しております。よろしくお願いします。続きまして頑張ろう三唱を行います。皆さんすいません立っていただけますか。頑張ろう三唱は、オール沖縄会議共同代表玉木愛様よろしくお願いします。皆さん隣の人と手つなぎましたか。ぜひ手をつないでください。大丈夫でしょうか。よろしいですか。はい、人間の命を奪わない普天間基地の閉鎖撤去辺野古に新基地は作らせない。皆さん心を合わせて頑張ろう参照しましょう。頑張ろう頑張ろう頑張ろう。ありがとうございます。はい、玉木愛様どうもありがとうございました。これをもちまして辺野古に新基地を作らせない県民集会を閉会いたします。皆様お疲れ様でした。